はい、皆さんこんにちは。本日は映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。韓国映画のビニーハウスを見てきました。なんかすごいですね。半地下はまだマシというね。半地下っていうね、昔ありましたよね、大ヒットした映画が。韓国映画のまあちょっとねミステリー的な感じの映画でしたけど、さらにもっとね過酷な家ですね。なんと韓国でビニールハウスがあるらしいです。やばいですね。で、今回チケットはね10回見るとね1回無料っていうことでね、この無料券で見ていきましたと。でね、あらすじっていうかね、ビニールハウスで暮らす訪問介護士の女、一瞬の選択が取り返しにつかない破滅に負のスパイラルが加速する認知症老女すり替えサスペンスということで、まさにね映画見るとわかるんですが、この言う通りなんですね。もうビニールハウスで暮らしている訪問介助の女で、これがね本当に一つのこのちょっとあれですね、選択の間違いですね。これによってどんどん悪い方向に転がっていて、で抜け道っていうかね、助かる選択肢が一切ないまま落ちていくっていう話ですね。恐ろしいですね。しかもここに見てくださいよ、認知症老女すり替えサスペンス来ましたね。ただでさ、認知症のねその女性をこのテーマにする映画あるんだけど、まさかすり替えるというねこの展開ですよね。いやもうやばいっすねって感じで。で、あらすじがね、ビニーハウスに暮らすムンジョンの夢は少年院にいる息子と再び一緒に暮らすこと、引っ越し資金を稼ぐために盲目の老人テガンとその妻で重い日常を患うファオクの訪問介護士として働いている。そんなある日、風呂場で突然暴れ出したファオクがムンジョンとの揉み合いの最中に転倒、床に後頭部を打ちつけそのまま生き絶えてしまう。ムンジョンは息子との未来を守るため認知症の自分の母親を連れてきてファオクの身代わりに据える。絶望の中でとっさに下したこの決断はさらなる取り返しのつかない悲劇を招き寄せるのだったという話になっていきますと。もうあらすじ読んだだけでもうゾッとすじますよね。もう最悪ですね。で、一瞬の選択が取り返しのつかない破滅にとかで、現代の社会問題、貧困、孤独、解雇に根ざした濃密なサスペンスという話になってきます。まあ、あながちね、これね、韓国の映画ですけど、案外人ごとではないかなみたいな感じですよね。もう日本でもねそんなに人ごとではない話というかね、そんな感じになってきますね。で、特にこの主人公ねムンジョンさんですね、もう疲れ切ったシングルマザーっていう感じの女性ですね。こんな感じですね、本当に見事なねそんな感じで。で、一番最初冒頭がね、少年院にいる息子ですね、彼から電話かかってきて、久しぶりに電話かかってきたなんてことで喜んで話をするんだけど、お前と一緒にね暮らすことが私の夢なんだなんていうね、そんなこと言うわけですよ。で、まあそのね今暮らしてたね、本当ビニールハウス、この黒いねビニールハウスなんですよね。本当にビニールハウスで、この中に結構ねちゃんと家財道具あって、ちゃんとベッドもあったりとかして、まあベッドっていうのかな、なんか木の台みたいなやつをね組み合わせたようなベッドとかあったりとか、そういった家に住んでんですよ。本当になんか掘ったて小屋ですよね。まあこんな家でね本当に住んでる人いるんだみたいな感じですけど、半地下でも注目を浴びた韓国の住居貧困、もともとね作物栽培のため農業施設であるビニーハウス、または不動産価格の高騰や経済の低迷により政権の住宅を失った低所得者層、移民労働者が転がり込むなど、半地下や屋上部屋よりもさらに最低限の住居として社会問題になってるってことですね。そんな感じになってきますね。で、このね本当ビニーハウスで暮らしてるこのムンチョンさんですね、この人は仕事がね介護士をしてるんですよ。で、介護がねその盲目の老人のテガンさんですね、この人だけはいい人なんですよ。この映画の中で本当にねこのムンジョンさんのことをね考えてくれているんだけど、で、この介護をしているねこのその妻で重い認知症のねファオクさんですね、この人がね本当にこのムンジョンさんですね、主人公のムンジョンさんにこう唾を吐きかけたりとか、私はこのね殺されるんだとか言ったりとかする、認知症でもねめんどくさい方向の認知症ですね。そういった女性の介護をしてるわけですね。とはいえねその大変さはねこのテガンさんもよくわかってるわけですよ。なのでテガンさんもねそこら辺のことは同情されて、いろいろねそこら辺のことは鑑みてよくしてはくれているんだけど、まあだからねまあちょっとねこのファオクさんの存在、まあこのファオクさんの演技もね本当に日常みたいでなんだかどこ見てるのかわからないけど、文句だけはしっかり言うってことで、そういった感じですね。当然夫であるテガンさんにも辛く当たったりするわけですよ。で、たまにはねスマホを使ってその息子ですかね、息子の家族とこのねビデオ通話とかするんだけど、
うん、このね奥さんであるこのファオクさんがねこの女に殺されるんだみたいな大暴れするわけですね。ほんとめんどくさいですね。でさらにこのねムンジョンさんですね、ムンジョンさんねその息子がまあ少年院にいるってこともあるし、あとねムンジョンさんのね母親もまたね認知症なんですよ。ムンジョンさんの母親の方はまあその施設かなんかに入っていて、そんなにね口を喋らないようなねそんな認知症で、なんかねアニメとか見てる感じのおとなしい感じの認知症ですね。なのでねちょっとファオクさんみたいなこのなんだろう周りの人が全て敵と思うような認知症とは違うんだけど、まあそれはそれでまたね認知症なのでね結構大変なことはあるんですけど、まあこの2人をね認知症の女性がこのムンジョンさんの、ま、そばにはいるってことですね。このね盲目の目が見えないこの老人のテガンさんの計らいもあってね、まあそこそこうまくやっていたわけですよ。このテガンさんにね、ここだけ、本当にテガンさんだけがね、本当に善人というか、ここだけは救いなんですよね。で、それで、まあ、ある日ね、このテガンさんがね、友達と会うなんてことで、その間ね、このファオクさんをね、介護しなきゃいけないっていうことで、まあ、ムンジョンさんがいつも通り介護してるんだけど、風呂場で、このね、洗っていたら突然暴れ出したわけですよ。この女に殺されるみたいなことで。で、それでね、まあ、とりあえず我慢はしてたんだけど、まあ、一応ね、この、抑えようとかね、そこまであれなんですよね。そのムンジョンさんは抵抗はしてないんですよ。むしろね、勝手にすっ転んで頭を打ったみたいな感じですね。めんどくさいですよね。その勝手にすっ転んで頭を打っちゃったみたいな感じで、それで頭が血が流れてね、死んでしまうわけですね。本当にね、人殺しと騒ぎながらもね、勝手にさらにね、頭を打って死んでしまうみたいな感じなので、まあ本当に一番めんどくさいタイプのね、この、まあ認知症の老女というかね、そんな感じですよね。で、死んでしまうわけですよ。で、この瞬間に、まずね、ムンジョンさんね、やっぱちゃんとね、119番ですね、そこに電話しようとするんですよね。ただ、そのしようとした瞬間にね、少年にいる息子は電話かかってくるわけですよ。またこの息子のね、本当の空気の読めないというかね、タイミングの悪さってあれはしないですよね。この電話が全て運命を変えてしまうわけですね。で、こんな時に、今までね、連絡もしてこないくせに、この時の電話で、俺は母さんと暮らしたいんだ、ぐらいのことを言っちゃうんですよね。そうしたら、ムンジョンさんね、その言葉を待ってたわけですよ、ムンジョンさんとは。ずっとこの息子とね、一緒に家で暮らしたいっていう言葉を待っていて、それを言われたもんだから、このね、ムンジョンさんね、まあ、良くない方向を考えてしまうわけですね。まずこの、ファオクさんの遺体ですよね。それをね、毛布かなんかに包んで、まあ、とりあえずね、どこかにしまっちゃうわけですね。まあ、当然ね、ここでまた悲劇なのがね、この家の主人がね、盲目だってところですよね。目が見えないためにね、なんとかなるんじゃないかっていうね、そういう気にさせてしまうんですよね。なのでね、まあ何度かね、見つかりそうな感じはありながらもね、気づかれないんですよ。で、そのままここに書いてあった通りに、さすがに身代わりがいないとバレてしまうので、その自分のね、母親ですね、自分の認知症の母親を、そのファオクの代わりに置いとくわけですね。これでまためんどくさい。まあで、しかもね、この母親もね、そう、認知症なのでね、またここもね、勝手に動いたりとかするわけですよ。本当にハラハラしますよね。ハラハラするけど、嘘を一回ついたらどんどん嘘を塗り重ねていかなきゃいけないっていう状況で、ああ、それをね、最悪バージョンですよね。とにかく嘘を嘘で塗り固めるね、最悪の連鎖というかね、そういった状況になってきますね。で、さらに、このね、またテガンさんもね、その、自分も、この妻の認知症を見てて、自分もね、若くないしってことで、そのね、ちょっと認知症のそのテストを受けてしまうんですよね。そうすると、ちょっとね、初期の認知症ですなんて言われちゃうんですよ。で、盲目でね、このテガンさん盲目で目が見えなくて、さらに妻がもう本当になんか口汚く罵るような認知症で、本当にね、このテガンさんもね、疲れてる感じですよね。そんな認知症の妻を抱え、さらにね、自分までにその認知症ですなんて言われちゃうわけですよ。そうするとね、まあ混乱するのはテガンさんですよね。さらにここでめんどくさいことに妻がすり替わるっていうね、奥さんがこの身代わりになってしまうっていう、これがね、その自分がね認知症であるなんて言われてなければ、これは別人じゃないかなって思うんだろうけど、このね、自分の奥さんとね、違う他人のような気がするっていう、この疑念ですね。これを抱き始めて、まあ、それをね、もっと多くの人に言ったりとかね、すればよかったんだろうけど、まあ、自分の中で抱えてしまって、で、さらにね、認知症の初期の症状があるなんてことを言われているので、自分もね、
妻の顔や雰囲気が分からなくなったぐらい認知症が進行してるんじゃないかっていう不安になってくるわけですね。このすべてのね、この疑心暗鬼がね、どん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 悪い方に転がっていくわけですよ。まあすぐにそのテガンさんもね、その妻が違う他人だってことに気づけばよかったんだけど、この気づかないまま悲観していく、このまあそこそこお金のある老人であるテガンさん、さらにね、もうその奥さんが死んだことをね隠し通そうとするこの介護士のムンジョンさんですよね。ここら辺があって、でさらにねムンジョンさんも自分の顔を叩く癖があるんですよ。これ自傷行為だってことで気づかなくて、これ自傷行為だってことを知って、さらにねその自傷行為をその止めるべくね、そういった会があるわけですよね。そういった会に参加した時に、そこで出会った、まあ、ある女性がいるんですよね。若いんだけど、すぐにこの人を好きになり、その人にこのねなんか依存するみたいなね、ちょっとめんどくさいタイプの感じですね。本当にメンヘラというかね、メンヘラの本当にちょっと心を病んでるバージョンみたいな人がいて、その人に気に入られてしまうわけですよ。でここら辺がまためんどくさいことになってくるわけで、ちょっとねその人に同情してしまうわけですね。ムンジョンさんはそのメンヘラ女に同情してしまって、この家の鍵のね暗証番号を教えちゃうんですよね。そうするとね、本当にタイミングの悪い時に家にいるっていうね、本当にとにかく嫌な方向嫌な方向行くわけですね。さらにねこの女もねいろいろめんどくさいことになっていくっていうね、あっちこっちめんどくさい方向に行って、で最後ですね、もう最後やばいですねマジで本当に誰一人幸せになってないんじゃないかなってぐらいのね、最悪の結末、もう最悪のねこのピタゴラスイッチを押された感じですよね。もう全員が最悪の結果になるっていう映画です個人的にはね、下手なホラー映画よりもよっぽど怖い映画でしたね。ちょっとリアリティがあり、なおかつねこの選択肢に、このなんだろうな、幸福への選択肢がないっていうね、本当に最悪ですね。だ唯一ねこの物語で引き返せたのは、本当に介護した女性が頭を打った時にちゃんと救急車を呼んでいれば、全然ねもうちょっとまともな終わり方だったんじゃないかなっていうね、そういった話ですね。人はね本当一つ嘘をつくと、その嘘をね隠すためにまた嘘をつかなきゃならなくなるっていうね、この本当にその嘘をつくことは良くないよっていうことを、まあ、教えてくれる映画ですねまあとにかくねこれを見ると本当に嘘をつくのをやめましょうっていうね、そういった感じですかね。まあそんな感じで、本当にね下手なホラーよりよっぽど怖い映画でした。というわけで、ね、本日はね韓国映画のビニールハウスを見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。